はい、本当に、ジグお疲れ様でございました。はい、それではそんな、ジグの伝説の歌を聴いてくれ。伝説の男、ジクリ牽制絵師。伝説の男、伝説の男、今日は不屈のクラッチシューター、ジクリ牽制の伝説を教えよう。後輩の上田くんとガチ喧嘩をして、バナナを投げられたジクリフグキャプテン、ぶち切れてまさかのパイプ椅子で襲撃、周りの選手がみんなで止めてた。更衣室ではいつもアキラ 100%、 トレーナーの前ではケツを出しまくる。チームで一番の露出狂、なぜか仲間にシャメを取らさせる。スクールのコーチとしても指導してきた。指導に熱が入りすぎて、いつの間にか全力投球、誰よりも汗だく、いつも子供たちが引いてた。イエーイ、ZIGU ジグ、 ZIGU ジグ、ハッピーターンを食べただけで前歯が折れた。 ZIGU ジグ、 ZIGU ジグ、最近買った高額アイテムは育毛シャンプー。 ZIGU ジグ、イエイヘイ、 ZIGU ジグ。そんなジグリをこれからも活躍を応援してるからね。ありがとうございました。ありがとうございます。ブラボーですね。ブラボー。というね、歌をね、ちょっとね、お届けしましたけれどもね、これ本当なんですか、これは。いや、どこでその情報を売られるとか。めちゃくちゃ調べましたよ。もう変な汗かいてるんで大丈夫ですよ、これ。調べまくりましたよ、これね。まさかのね、露出狂だったとは思わなかったですけどね。はい。事実ですよ。事実。はい。八王子観光名所は北島さんのうち。